日本沖縄県石垣市との城との城は日本の沖縄県石垣市の地名。郵便番号は907-0004。石垣島中西部に位置する。海岸近くから沖縄県最高峰の表学南側までが含まれる。南北に長く伸びた広大な地域である。人口が集中する南部は石垣市の市街地の一部を形成しており、 石垣地方合同庁舎や八重山警察署、那覇地方裁判所石垣支部、沖縄県立八重山高校、石垣市立石垣第二中学校、石垣市立八重山博物館、大浜新選記念館、石垣市営球場等の公共施設や、株式会社八重山毎日新聞、石垣ケーブルテレビ株式会社等の企業が、数多く立地している。元学難録に位置する。 小笠加殿には、戦前の台湾からの入植や、戦後の沖縄本島等からの入植によって、形成された集落があり、パイナップル等の熱帯果樹の栽培が盛んである。琉球語のうち、沖縄方言等では、城はグスクと読まれるが、石垣島等で話される、八重山方言では、スクと読まれ、との城も古くは、とのスクと呼ばれていた。 トノシロの鎮守で鹿アザホ年祭では、トノシロのオンプールが行われる天、天下は歌記、キュによれば1500年に起きたオヤケアの乱では、琉球王府軍の一帯がトノシロから侵攻したという。海岸近くにはこの乱で王府側に着いた、長田大主の妹新ンオツバーが戦に勝った、王府軍の木との無事を祈願したとされる、三崎歌記がある。琉球王国時代は、当初は、 石垣紛りに、また、1768年からは、西側の大川とともに、大浜紛りに属し、石垣紛りの石垣、新川とともに、石垣鹿児の一つに数えられた。昭和年間に作成された、宮古八重山両島江津町では、戸の城村と表記されている。1903年には、尖閣諸島が、戸の城村の一部とされて地盤が付された。 1908年、当初町村制の施行に伴って成立した、八重山国八重山村の地となる。1914年には、八重山村より分村した、石垣村の一部となり、その後の調整、市政施行を経て、石垣市の一部となる。かつては海沿いにある、戸の城漁港も、地戸の城の一部であったが、埋め立てによる漁港整備が行われて1989年に、 八島町として分離されたために、地としての都の城は、尖閣諸島を除き海に面しない内陸部となった。なお、地との城からは分離されたものの、漁港の名称は、都の城漁港のままで変わっていない。かつて地との城の一部であった尖閣諸島は、2020年10月1日に、あざなが、都の城尖閣に変更され、都の城から分離された。 戸の城の一部だった尖閣諸島かつては、尖閣諸島も戸の城の一部であった。尖閣諸島は1896年に八重山軍に編入され、1903年に戸の城村の一部とされて地盤が付された。その後は、石垣市に属して地戸の城の一部となり、2390番地から2394番地が割り当てられ、さらにあざなが、 との城尖閣と解消された。このうち、魚釣り島に割り当てられているとの城尖閣2392番地は、東京都千代田区、千代田や島根県大木郡群沖の島町竹島と同様に、本籍として人気が高い住所の一つである。石垣市では、2017年12月の定例市議会に、尖閣諸島の字を、との城から、との城尖閣に変更する議案を上程する。 方針であったが、翌年以降に先送りされた。その後、2019年3月の市議会では主側から当面見送るとの方針が示されたものの、翌2020年6月9日に再び同様の解明議案が市議会に提出され、議案は6月22日に市議会で可決された。10月1日に解明され、郵便番号は907-0031が、 割り振られた。ありがとうございます。